こんにちは。はい。球の表面積ということでやってきますけども、まあ、球の表面積って言ったらですね、中学数学史上最も有名な公式ですよね。まあ、半径 R だとしたら、4πR 史上、これが球の表面積でした。で、これをですね、ちょっと背伸びしてですね、まあ、大学の最初の方で習うですね、数学の力を使って、本当に 4πR 史上になるのかってことですね、まあ、求めてみようと思うわけです。そのためには最初、球面のですね、表現を考えたいんですけれども、今回極座標表示を使うわけです。まあ、極座標表示っていうのは、2次元だったらですね、ちょっと2次元こちらに書きますけど、こう平面があってですね、原点からの距離と、X 軸からのこの角、ナス角。で、これでもってですね、表現されて、じゃあここの点はって言ったら、まあ、R ドットシータみたいな、あ、ドットじゃ、R シータみたいなね、感じで表されていて、直交座標との関係は、X が R コサインシータで Y が R サインシータ。まあこれが2次元におけるその極座標表示だったわけですよね。ただ今は球を考えているので、これ3次元になるわけですね。3次元。3次元になると、さっき使った R シータの他にもう一つですね、パラメータが必要で、それを今回ファイとしました。このね、図が今球面を表しているんですけども、例えば球面上のね、この R っていうね、この1ベクトル、まあ座標ですね、XYZ を表したいってなれば、まずですね、原点からの距離を R として。で、Z 軸とのナス角っていうのをファイとしている。で、この点を XY 平面に投影した時の点と原点を結ぶ線ですね。この赤い点線ですね。ここと X 軸のナス角をシータだから、こっちですね。ここがシータ。はい。っていう感じになってるわけですけども、そうした場合に、極座標表示、こんな風にですね、球面の座標をかけるわけです。半径があって、X 軸は、要するに、この、ここが、まあ、X だとしているので、ここが X だとしているので、この赤い点線ですね。まあ、青で書いちゃうと、ここですね。この長さかけるコサインシータってやればいいわけですけども、この長さっていうと、この点を、こう、XY 平面にもう落とし込んでるので、この長さと等しいんですね。この長さと等しい。なので、R サインシータってわけです。R サインシータってわけですね。で、コサインシータ。ってことは、Y 座標は R サインまで同じだけど、そこにサインがかかる。で、Z はって言ったら、これは Z 軸にですね、この点を投影したって思えばいいから、ここの長さになるので、R コサインファイなわけですね。はい。ということで、極座標表示ができたんですけども、一応ですね、このパラメータの範囲を、ね確認すると、まず R、今回の定数ですね。これが、0以上をほにゃららいかって形になると、これは球の中身を含めたね、球全体ってなわけです。今考えたら球の面ですね。球の表面だけ考えているので、R は0じゃない、なんか定数になってます。で、ファイっていうのは、Z 軸とのナス角だったんですけども、まあ、0から π ですね。この、こういう感じで、こう、点が移動すると、まあ、π まで考えられると。で、θ は2次元と同じで1周分。0から 2π まで考えることができますよと。で、当たり前ですけど、ちょうどですね、この R っていうベクトルの、大きさを取ってあげると、ちゃんとこれ、ね、半径と同じになってるっていうことで、ね、言えます。じゃあですね、球面のね、極座標示確認したので、実際に、面積求めようと思うわけですけれども、最初はですね、この微小面積をですね、まあ、求めてみようという思うわけです。で、まあ、やり方、まあ、本質的には同じですけども、見え方が違うということで2つね、やっていきます。まずは、図を書いて求めるということですね。この図、何かっていうと、球面のうちの一部を切り取って、この斜線部の面積を考えてあげよう。まあそういうことやってるわけですね。で、これ小さく切り取ると、まあ実際の球面っていうのは、まあ曲面ですけども、小さい部分切るとほとんど長方形になりますよと。なので、この面積の長方形だと見出した時の面積。これを、まあ微小面積としてあげるわけですね。まあ今回言うと AB×AD ってやっていいでしょう。じゃあ AB は、どんな大きさになりますかってことで、まあ、ここの長さ考えてみますけど、これは、OA の長さかける、ここの角度ってなりますよね。ちょうどここに折り方が見えていると。じゃあ OA の長さ今どのぐらいですかって言ったら、これがちょうど R。なんでかっていうと、A っていうのは、球の表面上のある点ですからね。これは、原点からの距離は当然半径の長さになっているでしょう。じゃあ、ここって言ったらっていうと、これは、ファイが少し動いたときに A から B になるわけなので、これ dφ って書きますね。dφ。少し動いたという意味で dφ。なので、AB はって言ったら、
R、D、Phi、こんな感じですよね。じゃあ AD の長さは、 AD の長さっていうと、もうこれすでにですね、 AD と同じ長さの部分をですね、こんな感じに XY 平面上に投影してるわけですね。なんでこの赤い部分の長さを求めることになりますけど、そうするとですね、 XY 平面上で考えると、この扇形の、この扇形のちょうどここにあったわけですね。じゃあこの扇形の半径はって言ったら、これ R じゃないですよ。 R じゃなくてこれ R sin phi ですよね。まあここで見たこの R sin phi と同じことを言ったわけですけども、なので R sin phi と言っていて、で、中心角はって言ったら、これ θ がちょっと変化してると見なせるので dθ ですね。なので R sin phi の dθ、まあこんな風に書けたんですよね。ということで、微小面積っていうのは R 二乗 sin phi の dφ dθ、はい、こんな風に書けるんですよと。なので、まあ、これが書けてしまえば、面積求めるのは、ここからもう説明やっていいんですけれども、ただ、このやり方っていうのは、球面にしか適用できなくないですかって話なんですね。もっと広く一般的な局面における微小面積を、やっぱ僕たちは出したい場面が来るかもしれないじゃないですか。そういった時には、やっぱり外積の利用って、これをですね、まあ、マスターしといた方がいいかなって思うわけです。公式を書いていくと、微小面積っていうのは、今回ですね、その変数が φ と θ だったわけですね。そうすると、まず φ で偏微分、ね、したものと θ で偏微分したものの外積を取るんですね。で、外積の大きさに dφdθ、はい。これで出るということ、話があったので、実際に計算してみようと思います。で、計算した結果ですね、これと同じになることを確認してみましょう。そうすると、まずは、まずでしょ、このベクトルですね、r ってベクトルを φ で偏微分すると、まず x 成分は、R コサインファイコサインシータで、こっちはっていうと R コサインファイサインシータで、最後はマイナス R サインシータですね、あ、サインファイですね、かけることので、今度はシータで変化すると、そうするとこのコサインシータの方が変化するので、マイナス R サインファイサインシータ、これマイナス忘れないようにしましょう。で、次は、サインをね、微分するので、サインファイでコサインシータですね。で、一番下っていうと、これは、シータ、含まれてないので、変微分することが0かもしれません。はい、こんな感じですよね。とで、これ頑張ってですね、外積、取ってあげるわけですけれども、どうしようかな。まあ、続きね、下に書いておこうと思います。ちょっと狭いですけどね。まず第一成分はって言ったら、これかけるこれ引くこれかけるこれなので、まあ、ちょうどマイナスがひっくり返った R2 乗を sin2 乗 φ の cosθ だし、で第二成分は、これかけるこれ引くこれかけるこれなので、これも R が消えて、マイナスが消えて R2 乗を sin2 乗 φ の sinθ で、最後はっていうと、これかけるこれ引くこれかけるこれなので、これどうなるかっていうと、R2 乗コサインファイサインファイで、それにくっつくのがコサイン2乗とサイン2乗シータですね。コサインシータ2乗とサインシータ2乗、それ以外は全部これでくくれるので、コサイン2乗シータとサイン2乗シータイコール1が成り立つから、これでよかったわけですね。で、あとはこれのですね、大きさを求めてあげるんですけれども、ちょっとですね、上の方も消しちゃいます。これを、まあ、求めてあげるんですけれども、これくくるとね、嬉しいことがあるかなと。この形にちょっと似てるんですね。なので、この形をですね、もうくくろうと思うわけです。そうすると、何でくくりやすいんだ ?R sin φ ですね。R sin φ っていう共通因数があるので、これをくくり出すと、最初にですね、示した極材表表示と全く同じ形が現れてくると。で、R cos φ かな。はい。っていう形なんですよね。で、今知りたいのは、まあ、まず R sin φ は、これ絶対ついてるので、正の値じゃないといけないですけど、まあ、R は、0じゃなくて、あ、0じゃないっていうのはちょっと足りないね。0より大きいって言ってあげましょう。で、まあ、プラスですよと。
サインファイはっていうと、ファイがこの範囲にあるってことは、サインファイは0以上なんですよと。だからこれ、絶対値のこの、絶対値 C を外すときは、そのまま外していいわけですね。で、ここのベクトルの大きさはっていうと、R ってわけです。なので、結局、これはどうなるかっていうと、どうなるかっていうと、R 二乗サインファイ d ファイ d c だということになって、さっきのですね、図を書いて求めたっていうのと、まあ、結果がね、同じになりましたよということで、外性値使ってよかったっていう、こういうことになるわけです。はい。まあ、ここまでですね、およそ勝負あるんですね。あとはこれを適当に、ね、積分すればいいわけです。ということで、積分やっていきましょう。はい、じゃあ積分しますけど、じゃあ表面積ね、じゃあ S っておきましょう。そうすると、まあ、この微小面積っていうのはですね、こういくつもいくつもこう足してあげるわけですね。で、まあ、パラメータ2つって、まあ、大体こんな風に書けるわけですよと。で、これを具体的に書くんであれば、まず非積分関数は、R 二乗 sin φ で、まあ、d φ、dc だったわけですよね。こうちょうど ds を書き換えたって形になりますね。で、これは、φ と θ が動いたわけですよね。なので、まあ、ファイに関してだったら、これ Q 全体を言ってるので0から π までだし、θ に関してだったら0から 2π までと。はい。これで、積分の式使いましたよねと。あとは、まあ、やるだけです。まず、まあ、θ からやっても、ファイからやってもどっちでもいいんですけど、まあ、ファイからやりましょうか。そうすると、そうすると、まあ、これを積分するわけですね。R2 乗も外に出しちゃいましょう。R2 乗外に出してあげて、サインの積分はマイナスコサイン。なので、まあ、こうですよねと。はい、こんな感じですよねと。で、これをまあ頑張って代入してやると、2になるのかな。マイナスのマイナス1引くマイナス1。こんな形ですよね。なんで、これはまあ2ですよねと。ということで、2R2 乗。2R2 乗を、まあ、積分すると。まあ、これは、θから見たら定数関数なんで、ただ単純に 2π 引く0をかければいいわけですね。なので 2π かける 2r2 乗で 4πr 事乗となったと。はい。これでですね、まあ、なんとか、なんて言ったらいいのかな。まあ、直座標とか、あとはベクトルの力を使ってですね、実際に球の表面積が 4πr 事乗ってなるってことをですね、まあ、確認することができました。まあ、直感的な話っていうのは、他の YouTube のね、動画でですね、こう考えるんですよみたいなこと、つまり積分を使わない方法ですね、はいろいろあると思うんですけど、まあ、もしですね、大学に入られて、何かこう、新しく数学を習うぞってなった時に、いいね、練習問題の一つになるかなと、まあ、非常に簡単な例ですよね、と思うので、まあ、今回ですね、紹介してみました。ありがとうございました。